久保さん、やっぱそうするね <laughs> ま今回ねドーム公演は無理にしておきましょうか <laughs> ドーム公演は無理福岡福岡ペ a ペイドーム公演は無理にしておこうかな <laughs> まこれはねレベゼン地球さんの話なんですけど <laughs> ね観客56人の前で「俺はドーム公演絶対するから来いよ」つってね観客5人しかいないみたいな <laughs>。 まあ、レペゼン地球さんが、まあ、ドーム公演がね、福岡ドーム公演、ペペドーム公演ができた理由はいろんな要因ありました、テクニカル的な要因もあったけど、一番の強いのは、本人が行くって思ってた。<laughs> それを行くために、ありとあらゆる手法をやって、試して、考えて、勉強してやったっていう、だから本当に久保さんのステップですよね。月収100万のステップじゃなくて、福岡ドーム公演ステップですね、もはや。 福岡ドームで公演する3つのステップにしときましょうか。福岡ドーム。福岡のペーペ y ドームするのかな今。福岡ドーム。ペ a ペ p ドームかなペ a ドームにしよう。福岡ドームでいいか。PayPay ド,ドーあ、PayPay ドームにしましょうか。ヤフオクドームペ p ペ y ドーム。PayPay ペペドームにしましょうか。PayPay <laughs> ペペドームで公演する3つのステップにしましょうか。まず、やるんだと。福岡ペ、PayPay ペドーム。 ペイペイドームじゃなくてもいいんですけど、ドーム公演するんだって思う、まず絶対できるっていうね、言い切る、俺はやるんだっていうねでその、じゃあ、じゃあそれを成し遂げるために何をしなければいけないのかって考えて学んで、その後もやりまくるっていうね、試しまくるっていう、あり、その学んだことをもう試しまくるっていう、その結果、ね、絶対無理っていうね、うことを成し遂げたわけじゃないですか。 どう考えても無理ですよね。だって5人ですよ。観客3、4人でね。<laughs> どう無講義を言われてもね、いや、4人しかいねえのにな、みたいな話で。<laughs> まあ今度ね、レベゼン地球さんは、世界制覇する3兆円稼ぐよってね。3兆みたいな。3兆円すかみたいな。すげえな、こいつらみたいな。いや、でもね、彼らは3兆円稼ぎに行きますよ。だってそう思ってんだからさ。 もうありざあらゆる手段で3兆稼ぎに行くでしょうねで10年後か分かんないですけど20年後3兆円稼いだレベル全地球が出てくるかもしれないですよでもそれは分からん分からんけど彼らがそう思ってるんだったらあとは彼らがどれぐらいやるかですよね、うん、でも当ねまね、あ、松下幸之助さんとか稲盛和夫さんとかねまあもう本当に大御所も言ってますけどまあ思わなければ何も始まらんと 生き方だったかなまあ稲森和夫さんの「生き方」っていう本の中にねあの松下幸之助さんの,あのセミナーに行った話が書いてあるわけですよ。でそれでねあの松下幸之助さんに言うわけですよ。「松下さんいいすか?」みたいな。あ,あんたの話はねまあなんとなくわかると。ね。でも綺麗事だと。ね。 俺はもっと売り上げが上がる方法をね聞きに来たんだと。ダム経営に今、ダム経営わかんねえんだと。それを教えてくれとで。松下さんは言うわけですよ。いや、ダム,公園ダダムの経営、やったことないしわからんと。<laughs> でも売り上げ上げたいんだったら、売り上げ上げたいと思う、思わんと飽きまへんな、みたいなね。<laughs> ポカーンみたいな感じですよね。や、そういうのじゃないや、みたいなね。<laughs> 売上げ上げようとと思わんんきまへんなみたいな <laughs> で稲盛和夫さんがその聞いて電流が走ったらしいですよね。確かに。思わなければ何も始まらないっていうね <laughs>。思わなきゃ確かに何も始まらんなっていうね、うん。まあ思っただけでもダメなんですけどね。だからこの3つのステップがめっちゃいいんじゃないですか。うん。これを久保さんの的を得ててこれに全て集約されてんじゃないですか。3つのステップが <laughs>。いいじゃないですか。 しかもこれ当たり前、当たり前体操みたいな感じでいいですね <laughs>。当たり前ですよ、これ。うーん。当たり前にやるってことですね。うん。はい。ということで、まず思うことですよね。そして、学ぶこと。そして、試すこと。そして、あのそれを繰り返とってことですね。で、だけど、ステップ1の、ステップ1の、ステップ1が一番大事なわけですよ。 思わなければ、例えば、ね、この続きの話をするとするならば、じゃあ、思いましたと、勉強しました、試しました、ダメです。やっぱり俺はダメなんだって思ったらもうダメなんですよ。<laughs> はい、もうそれで止まるじゃないですか。はい、終了って話ですよね。だけど、そこで、ステップ1の思いが強かったら、また勉強して、また試すんですよ。思いが強いから。 俺は絶対こうなるっていう思いが強いからね、また勉強して、また試しまくるんですよ。で、それでダメでも、また思いが強かったら、また勉強するんですよ。で、また試すんですよ。だから、これがレペゼン地球さんですよ。間違いなく。ことを成し遂げた。まあ、普通じゃ無理じゃないですか。ね。普通のアーティストでもドーム公演ってね、マジ難しいですよ。マジで。もうすげえな、ま、マジであれり、やり、やり、やっちゃったのは、 マジすげえなーって僕は本当思いますよね。うん。だから何だろうな、その本当に有言実行でこう言ったことをやりきってる人は何をやってたのかっていうのをしっかり勉強することですよね。本当に。うん何が大事なの、本当に大事なのかっていうのはやっぱそこすら勉強してないのかなっていう。それは昔のこの歴史を作ってきた偉人のね、 人たちの考え方だとか、この歴史を作ってきた偉人たちの行動とかね、まあ、プロジェクト X 見れば分かるだろうし <laughs>、プロジェクト X はもう、久保さんの3つのステップを鬼ごとくやってますからね、うん。そうやって、敗戦国日本は世界に名乗りを上げたんですよ。あ、じゃあこれ、敗戦国日本が名乗りを、世界に名乗りを上げた3つのステップにしようかな <laughs>。何でもいいんですけど。 だ,ってっだからこれ本当ね世界的にもねまれなんですよね戦争で負けてんのに原発落とされてね原発落とされて何もなくなってんのに <laughs> 世界に名乗りを上げた国って日本ぐらいなんですよこれ本当に世界戦う企業が出たっていう,そうこれすごいことですよねだからなんだろうなほんに昔の人たちっていうのは思いっていうのが強かったんじゃないかなと僕は思いますよ プロジェクト X 見てると、やっぱその思いが尋常じゃないですよね。絶対やってやるっていうね。不可能を可能にしてきたっていう、あの、なんでも作る、なんでもこのもの作りの日本っていうのを作った、その無理だ、絶対不可能、を作れないっていうものを作ってきたっていう、そこにどれだけの情熱、思いがあったのかっていう。うん、なんか本当に最新のものではなく、歴史から僕たちは学べることがたくさんあるんじゃないかなと思いますけどね。うん。 いってらっしゃい